昨日、バイト先のスーパーでの会話。大学生らしき女の人と小学3、4年生の女子が手をつないでお菓子コーナー。大学生は胸下くらいまである真っ黒い髪の毛で、灰色のカーディガン、膝丈スカート、タイツとちょっとおとなしめ。小学生はポニーテール、コートの下がショーパンで見るからに活発そう。大学生、〇〇ちゃん。小学生、なーに？大学生、お姉ちゃん、そろそろ髪の毛切りたいなぁ。小学生、ダメだよ。お姉ちゃんは、その髪型が一番可愛いの。大声。大学生、ちょ。恥ずかしいよ。小学生、もう、お姉ちゃんってば。それでも私のお姉ちゃんなの？大学生、だって、手入れするの大変だし。黒髪って傷むと目立つし、染めたいなぁ。小学生、お姉ちゃん、その髪型のおかげで彼氏できたんだからね。大学生、いや、それは違う。小学生、そうなの。大学生、うん。わかったよ、切らないよ。小学生、お姉ちゃん、その髪型が一番可愛いよ。話してる間も、ずっと手をつなぎながらお菓子売り場を見てた。小学生はおませで可愛いわ。大学生は言いなりで可愛いわ。和んだ。